これでこれで顔で覚えておくと。これを見つけた。どれを見つけた。タラの肝でいいか。タラはちょっとグラグラ。じゃあ、焼くの待つ。はい。焼くの待つ。これでタラの。ああ、待つの。うん。ホルモンを3串と肝を2つお願いします。おするよ。どうした。ホルモン3。はい、ホルモン3串と肝を2つお願いします。肝なんて。肝を2つお願いします。僕もよく見るんですよ。はい。これも。諦めるね。はい。あ、そうなんや。2回、2、3回。いつも一歩ギリギリ行きたいけどな、ほんまか。じゃあ、タレの、タレがついてます。うまい。いつも YouTube であのお店開店の時の動画見てます。肝うまいっすね。めっちゃ柔らかいっす。タレ。そう、タレがちょっとピリ辛なタレが効いててすごい美味しいっす。ありがとうございます。ちょっと汁飲みます。辛いっすけどうまいっす。その辛さがいいの。はい、ということでね、西成のね、有名な、ホルモンの店の、山木にね、行ってみました。本当にね、皆さんがね、ま、言う通りマジでうまかったです。
ちょっとピリッと辛いけど、ね、そうそう、昼がやっぱ特徴的っていう感じでね。まあでも唐辛子が効いてるから、はい、肝はねすごい柔らかくてね、もう溶けるぐらいの柔らかさですごい美味しかったですし、もう一つの、ホルモンか、うん、ホルモンも、普通の焼き鳥とはなんか違う、でも1串80円ということでめちゃくちゃね安いということでね、5本か、まあ、アーシで5個頼んだんですけど、それでね400円っていう、もう超安いということで、ね、よかったらね西成来たらね、もう名物なんでね、ぜひ皆さん来てくださいということで、今回この辺で終わります。もしよければグッドボタン、チャンネル登録お願いします。バイバイ、バイバイ。